3日前のワイルドカードシリーズ第2戦の勝利確率のグラフをご覧いただいていますが、途中まではほぼブルージェイズ勝ちゲームの流れで最大7点差もつけられましたが、その後マリナーズが逆転勝利したのは記憶に新しいでしょう。勝利確率のグラフのごとく感情はぐちゃぐちゃになりましたけどね。でこちらが今日の ALDS 第1戦の勝利確率のグラフです。はい、2試合連続で感情ぐちゃぐちゃです。ということでマリナーズは今日からアストロズとの ALDS が始まりまして、終盤までは敵地ながら非常にいい展開で試合はしたんですが、最後は9回裏2アウトからヨルダン・アルバレスのお釣りなしの逆転サヨナラスリーランで負けるというね、平日の朝からなかなかショッキングな負けを目撃してしまいました。アルバレスに回った段階で当然嫌な予感はしましたが、まさか現実のものになるとは。さすがポストシーズンで無類の強さを発揮するアストロズ、これがポストシーズンのアストロズの怖さなんだなと痛感するようなゲームでもありました。きつい負け方で第1戦マリナーズは落としてしまいましたね。まあ最後自体はショッキングだったんですが、途中まではマリナーズ非常にいい野球をしていて、アストロズを圧倒していました。アストロズ先発が今季6回対戦して、シアトルでの1回を除いてほとんどまともな試合すらできていないジャスティン・バーランダー相手ということで、まあ始まる前からとにかくいい試合をしてくれればみたいなテンションでしたが、立ち上がり少しボールがいつものバーランダーではなかったところを攻め立て、初回ローリーのタイムリーで幸先よく1点を先制、続く2回にはフレイジャー・ケルニックの下位打線が作ったチャンスを、上位のフリオが右中間を破る2点タイムリー、さらにはフランスもタイムリーを放って3点追加、4対0。今季シーズンの防御率 1.75 でサイヤング賞有力候補でもあるバーランダーから2回までに4点とこれ以上にないスタートを切りましたよね。ワイルドカードからの勢いそのままにという感じの攻撃でした。でその後バーランダーも立ち直る兆しを見せ始めたんですが、4回2アウトから JP クロフォードがまさかの特大ホームラン。バーランダーシーズン最後60イニング近くホームランを1本も浴びていなかったんですが、その彼から9番の JP が特大の一発。この後フリオの三塁打、フランスの今日2本目のタイムリーでバーランダーから6得点を挙げ、バーランダーを4回でノックアウト。苦手なバーランダー相手にいい試合どころか、早々にマウンドから引きずり下ろすことに成功しました。マリナーズの今日の先発はローガン・ギルバート。アストロズ戦は結構相性が良く、初回2回とスイスイと抑えますが、3回4回にアストロズ打線に捕まってしまい3失点。ただこの3点で踏ん張って6回途中までちゃんとリードは守ってくれました。ギルバートの後を継いだブルペンもブラッシュ・カスティーヨがゼロを並べて、でその間にスアレスが貴重な追加点となるホームランを放ち、これで7対3。マリナーズが得意とする先行逃げ切りのゲーム展開で、試合終盤のハイレバレッジアームのムニョス・シーウォルドにつなぐ理想の試合運びでしたよ。本当にここまでは理想そのもの、これ以上にないぐらいのゲームでした。がやっぱりアストロズというチームは簡単には勝たせてくれませんね。ムニョスがベストコンディションというわけではなかったのもあるでしょうが、アルバレスがムニョスからフェンス直撃の弾丸ライナーで出塁すると、続くブレグマンがスライダーをうまくすくい上げてツーラン、2点差。ムニョスが打たれるのかと内心ショックも受けましたが、ただまだ2点差。後続はきっちり立ってくれたので、どうにか逃げ切れるだろうという気持ちは正直ありました。まあ逃げ切れなかったんですけれどね。最終回のマウンドはシーウォルド、レギュラーシーズンの起用通りであるものの、前のブルージェイズ戦で大荒れだったので不安はありつつ、先頭のバスケスをショートゴロに抑えて今日は大丈夫そうだなと。ただね、ここからアストロズが粘る、代打のヘンズリーが粘って粘ってフルカウントに持ち込んで、最後はデッドボールをもぎ取ったあたりからハラハラがスタート。一発で同点のケースでアルトゥーベを迎えますが、高めの速球がいいコースに決まり、アルトゥーベは三振、ツーアウト。2番ペーニャで終われば中軸には回らない、頼むからここで終わらせてくれと、2ストライクと追い込んで、最後のスライダー、シーウォルドとしてはボールゾーンにもっと投げたかったところでしょうが、アウトローいっぱいのボールをペーニャがついていってセンター前。やばい、さよならの場面でアルバレス。で、マリナーズはどうしたか。本来先発のロビー・レイをここで投入。左対左のマッチアップを重視してのことでしょうが、アストロズ戦はとにかく打ち込まれているレイ。相性の悪さからももう嫌な予感しかしませんでしたが、とにかく信じるしかない。頼む頼む頼む、ボカーン！2球目ど真ん中のツーシームは多分月まで飛んできましたね。この瞬間マリナーズのディビジョンシリーズ第1戦勝利は幻となりました。バーランダーを攻略しただけに最後が本当に悔やまれる。まあ、レイを使った采配に関しては現地でもかなり批判の声が多い印象ですが、そもそもアルバレスまで回った時点で負けに片足突っ込んでますからね。結局誰を出してもああなっていた可能性はそれなりにありますし、アルバレスとの勝負を避けたとしても次のブレグマンで同じ結末になっていた可能性もありますからね。最後に中軸まで回したアストロズ打線の粘りがすごかったですし、これがポストシーズンで勝ち上がるチームなんだなと、アストロズの壁はまだまだ高いなと感じる試合でもありました。
マリナーズにとっては心が砕けるような最悪の敗戦になってしまいましたが、ただラッキーと言っていいのかわかりませんが、まだ第一戦、これでシリーズ王手かけられたとか、シリーズ決まってしまったとかならかなり痛みを引きずりそうですが、最低でもあと2試合は戦えますし、なんなら今年の ALDS は変則日程のため、1戦目と2戦目の間にオフもあると。切り替えるには十分な時間があるはずですし、第2戦のマウンドにはルイス・カスティーヨが立つわけですから、リセットするには最高のチャンスです。もともとアストロズからすればホームでバーランダー先発という勝って当然のゲームですしね。今年のマリナーズは6月に借金10に沈み、その後もエンゼルス戦の乱闘で主力が出場停止になったり、9点リードのゲームで1イニング11失点したり、シーズン終盤に勝率5割未満のチームにボコボコにされたりと、何度もそこを味わいながらも這い上がって21年ぶりのプレーオフ進出をつかみ、ワイルドカードでも7点差を逆転してディビジョンシリーズまで来たわけですから、この試合がこの夢のようなシーズンを決めるようなことにはなってほしくない。また底力を見せてくれることに期待したいです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルイン関する動画上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。